楽で呼吸してるかな、音楽で息が詰まる時もあれば音楽で深呼吸してる時もあるし、他的乐风细腻，乐器的使用非常的独到，他的音乐的风格完全符合我对上海艺文路的有戏音乐的诉求。物のカラーを低い方のふくよかな音色と空を舞うようなね、あの音色が僕はこのゲームのコンセプトに非常にぴったりだと思ったんで、伝統文化歴史っていうものと近代的な仮想空間、大丈夫か大丈夫か、切れちゃってるんで、いけるんじゃないかな、30、うん、はいよ、交代いいもんね、ここで切れる。在我听过了跨国合作的音乐创作，我觉得它和游戏的剧情和游戏的画面真的能完美的契合在一起，让我听到音乐闭上眼睛就能想象到整个上海艺文路的世界。ゲームの中で自分が広がっていくなとか、例えば空飛んでる気持ちになるなとかさ、そういうこうワクワク感とか。上海艺文路是一款回合制的 MMO 游戏，我们选择了 3D 的美术表现来诠释整个世界，我们希望玩家能够以360度的视角来享受这个世界所带给他的美好。我们要打造一种文化，把中国文化的精髓搬到游戏这个大舞台上，让玩家玩游戏的同时感受我们中华文明的伟大。ティーズをメインに考えた。だけどもティーズだけだとやっぱりこう単一色になっちゃうんで、僕は同じ系統の中でカラーを出したら面白いな。そしてバウ、優しい音色のものをそこにこう混ぜることで全体の中国としてのカラーを整理していく。